どうもじゃ、アメリカンチェリー好きな人、そばよりパスタ派、ヒラです。ということで、今日作っていくのはチェリーのクラフティーです。日本ではあまり馴染みのないスイーツ、お店でも見かけることはほとんどないですが、これが実はめちゃめちゃ簡単で美味しいスイーツなんです。しかも出来たての温かいままでも冷やしてからでも美味しいという二度楽しめちゃうスイーツ、クラフティーの美味しさをぜひ知ってもらいたいので最後までご覧ください。まずはチェリーの下処理から。水洗いしたら種を取っておきます。種を取る道具もあるので、ある方はぜひそちらをお使いください。今回僕はお家にある道具を使って取っていきます。必要なものは箸とプラスチックストロー。ストローに箸を刺してストローの先端を少し切る、これだけです。くるくるとさせながら貫通させて種を取ります。僕独自のやり方なので、他にいい方法を知っている方がいたらぜひコメントで教えてください。クラフティーの具材の果物は何でも大丈夫です。いちごやバナナなどお好きなフルーツを選んでみてください。ちなみにフレッシュの果物ではなく、加工してある缶詰タイプのフルーツを使っても美味しく作れるので、いろいろと試してみてください。続いて計量をしていきます。グラニュー糖、薄力粉はそれぞれ測り、牛乳と生クリームは一緒の容器に測ってください。ここからはもう混ぜていくだけ。オーブンの予熱をここでしておきます。事前準備ができたので生地を作っていきます。全卵をよく溶き、グラニュー糖を混ぜます。特に泡立てる必要はありません。混ざったら OK です。続いて薄力粉をふるって加えます。薄力粉のふるいはまた後ほど使うので、洗わずこのまま置いておきましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。そこに牛乳と生クリームを合わせたものを少しずつ加えながら混ぜます。混ざれば OK。 続いて香料を加えます。これはお好みですが、卵スイーツなので加えていきます。卵の臭みが苦手な方はぜひ入れてみてください。リキールはブランデーをチョイス。キルシなんかもおすすめですよ。今回はバニラも入れます。エッセンス、ペースト、オイル、さまざまなものがありますが、お家にあるもので大丈夫です。これを加えて混ぜます。仕上げにゴムベラで混ぜましょう。最後に生地をこしていきます。先ほど使用したふるいをここでも使います。これで口当たりが滑らかになります。ではチェリーを並べます。容器は何でも大丈夫です。僕はガラスのグラタン皿を使用しました。チェリーは 150g のものを2パック用意しました。個数でいうと30粒ほどありました。ここはお好きなフルーツ、好きな量で作ってみてください。均等に並べました。ここに生地を流します。流すときはもう一度生地をゴムベラで混ぜてから流します。では予熱したオーブンで焼いていきます。焼けました。
温かい出来たてを食べても美味しい。しっかり冷やしてから食べるのも美味しい。